父ダンカーク、母アンジュラミエル、牝馬関西、佐々木正造厩舎入厩予定。当初からボリューム満点でしたが、より一層パワフルになってきました。牝馬にしておくのがもったいないくらいの馬格です。どっしり構えた性格で、日進牧場トレーニング場に移動後も動じることなく順地を進めています。佐々木調教師は顔つきがいい、大型だがバランスがよく気性も良さそう、血統からもダートでの活躍を期待していますとコメントしています。